はい、皆さんこんにちは、ダイバチ社長です。2月始まってですね、今日が初投稿になっちまいましたね。今日は2月12日なんですけど、まあ1月末ぐらいに前回動画上げて、まあ2週間ぐらいね、経っちまいましたね。はい、こんにちは、ダイバチ社長です。お元気でしたでしょうか。はい、まあ前回の動画でもちょっとやったんですけど、まあやったんですけどっていうか、あの1月ね、末に、旧事務所を引っ越しして、で、今、新しい事務所、ここ新しい事務所なんですけど、ここに、もうここ借りてね、引っ越してきたわけですよ、うちの会社。で、まあ、やっとこうね、環境的にも落ち着いてきてですね、まあ、まだね、荷物とかが、まだ整理できてないんですけど、まあ、一応こんな環境に、なりました。はい。うん。うん、とりあえずね、はい。で、まあ、引っ越しに加えて、ね、今回ちょっと大変だったんだけど、まあ大変っていうか、まあ僕あんま何もやってないけど、1月が決算でね、うん。で、3期目が終わって、で、2月1日からうちの会社って4期目が始まったんで、まあ環境も新たに、そして、気持ちも新たに、スタートしたっていう感じですね。はい。まあ、ようやくね、まあ、新しい環境にも慣れてきたかなっていう感じですね。はい。で、結構ね、今回、あの、引っ越してきた事務所はね、あの、まあ、ここ、あの、借りてるんですけど、あの、スペース的にすごく狭いんですよ。だから、まあ、あの、一人作業部屋みたいな感じになってるんですけど、だから、狭い、ところって、まあ、わりかし僕集中できるんですけど、ずっとそこで仕事してると窮屈さも感じちゃうんじゃないかなと思って、あの、昨日、久しぶりにね、外に出て仕事をしてみたんですよね。まあ、いわゆるノマドをやってみたんですよ。で、あの、考えてみたらね、僕あの、会社を作る前は、ずっとノマドやってたんですよね。5年間ぐらいノマドやってて、今ね、あの、ノマドで仕事してたりとか、まあ、事務所を持たずにね、あの、ノートパソコン1台で、まあ、カフェとかファミレスとか行って仕事してる人も多いと思うし、で、副業してる人なんかだとね、自宅で仕事できなかったりとかして、近くのファミレスとか、カフェとか利用して、休日とか、また平日の夜とかに副業してるとかっていう人も、この動画見てる方の中で多かったりするんじゃないかなと思うんですよね。で、僕、ノマドをね、5年間やってきて、で、昨日ね、久しぶりにノマドやってみたんだけど、改めてね、こうノマドをうまくいくコツっていうかね、うん、そういったものがあって、それを再認識した部分があったんでね、今日の動画ではね、そのノマドワーカーとしてうまくいくコツというかね、あの、店選びのコツっていうかね、それをちょっと動画であの話していきたいと思うんですけど、あの考えてみたらね、そのノマドワークでうまくいく店選びのコツって3つぐらいあるんじゃないかなと思ったんですよね。うん、で、それをちょっとあの端的に今日話していきたいと思うんですよね。うん、で、あの1つ目の店選びのポイントなんですけど、あの、これ僕のね、やり方なんで、あの、皆さんにね、あの、参考になるかどうかわかんないですけど、僕はこういう基準で、ノマドやるときは店選びよっていう話ですよ、今日。うん。話なんですけど。うん。で、あの、まず一つ目は、店選びのポイント一つ目なんですけど、あの、女性が集まる店は、僕は行かないようにしてます。はい。あの、なんでかっていうとね、女性受けする店、例えば、あの、メルヘンチックなカフェとか、おしゃれなレストランとか、そういうとこだと、あの、女の人が来るじゃないですか。女性客が多いじゃないですか。で、そういうとこだと、あの、ぶっちゃけね、うるさいんですよ。まあ、あの、ある程度ね、ノイズがあることによって、集中力がアップするっていう部分もあるんですけど、ただね、あの、やっぱり女性がいっぱい集まる店だと、ちょっとね、ノイズがね、多すぎちゃうんですよ。うん。あの、男性と違って、女性って飲食店に何しに来るかっていうと、あの、食事をするっていう目的もあるんですけど、それ以上に喋りに来てるんですよ。
あのママ友とかさ、あとこうおばちゃん連中とかよくおしゃれなカフェとかで結構たむろ してるじゃないですか。でずっと喋ってるんでしょ、2時間とか3時間とか、ベラ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 、まあよくそんな話題あるなって、よくその息続くよね、その呼吸さ、喋その呼吸よく続くよね、喋ってとかね、それぐらいあのもう呆れちまうほど喋ってんでしょね、あの女の人って喋るでしょ、であちらこちら、もうあちらこちらでそういうね女性が何組もあったりすると、もうノイズがね多すぎちゃうんですよ。で、なかなか帰んないから、あの喋りに来てるから帰んないから、だからちょっとねノマドワーカーとしては、仕事やりにくくなるので、まあ女性をターゲットにした店では仕事をしないようにしてます。はい、これが1点目ですね。で2点目なんですけど、2点目は、お店のその環境なんですよ。椅子とかテーブルがあの作業しやすい、自分にとってやりやすい作業しやすいものかどうかっていうところで、あの選ぶようにしてます。まあ椅子の高さとかテーブルの高さってすごく重要で、あの例えばね、コメダコーヒーってあるでしょ、あのコメダね、あの喫茶店のコメダなんだけど、僕ねたまに行ったりするんだけど、あのコメダはねすごくあのなんかログハウスみたいなさ、お店の作りで雰囲気がよくって、雰囲気的にはね仕事やりやすいわけですよ。だけどちょっとねテーブルが低いんですよ。だからあのまあノートパソコンやるときに、そのちょっとねコメダコーヒーだとこう前のめりになってしまうので、あの疲労をね感じやすくなってしまうわけですよ。であとファミレスとかなんかだと、その一人で行ったりするとさ、あの一人用のこうちっこいテーブルの席に通されるときあるじゃない。であれも結構ね辛いもんがあるんですよ。で正方形のさテーブルでこう一人用の席だったりすると、ノートパソコン広げるともうそれでいっぱいになっちゃうじゃない。であの肘つくとこがないから、こう肘をこう締めてやる形になるので、ここがねやっぱり疲れてしまうんですよ。で肩こりの原因になったりとかするので、そういうとこ、あの場所に通されそうなお店は避けるとかね。であとおしゃれなカフェとかだったりすると、椅子がね木だったりするんですよ、あのクッション性がないやつ、でそういうところ だとあのお尻に結構その座面が硬いことによってお尻に圧がすごくかかるんで、あのお尻の形がね変形しちゃったりとか、あとは腰に結構負担が、来るんですよ。だから腰痛になっちゃったりとかそういうこともあるので、その自分の体に合ってるその椅子とかテーブルが設置してある、そういう店を選ぶっていうのもすごくあのポイントだと思うんですよね。でこれがあの2つ目のポイントでした。はい、でした。で3つ目のポイントなんだけど、そのお店をね3軒か4軒ぐらい常にピックアップしておくっていうことで、ピックアップするだけじゃなく、ピックアップしておくだけじゃなくって、あの常連になっておく、そのお店に常連客になっておくっていうのも大事なんですよね。うまくいくコツなんですよ。これ どういうことかっていうと、あのまずピックアップするっていうことに関してなんだよね。 なんだけど、あの3つか4つぐらいピックアップしておくんですよ、僕の場合。これなんでかっていうと、1つ目の店に行くじゃない。で、だいたい窓からね混み具合とかを見るんですよ。駐車場に車どんぐらい止まってるとかで、あのどんぐらい混雑してるか、店の中混雑してるかとか、どういうお客さんが来てるかとか、そのやっぱりおばちゃん連中が多かったりとか、若い子たちがこう大勢来てたり してたりとかすると、やっぱりお店の中がちょっとノイズが多すぎちゃうっていうことが考えられるので、ちょっと今回この店やめとこうってなった場合に、3、4件ピックアップしておけば次の店に行けるわけですよ。ここで迷ってしまったりすると、迷ってしまってまた店探しから始めると、そこで時間ロスっちゃうじゃないですか。だからピックアップしておくことが必要なんですよ。ここダメだったらこっち行って、
あ、ここもダメだったら、あ、こっち、あ、ここは大丈夫だったみたいな感じで保険を用意しておくっていうことなんですよね。うん、時間をロスらないことと、まあ、時間ロスするとともに、あの、精神的にもね、やっぱり消耗しちゃうんですよね。なんていうか、こう、新しくお店、あの、選び直したりするっていう、そういう行為っていうのは、行為っていうか、うん、そういう作業ってさ、やっぱり精神的には消耗しちゃうじゃない。うん、で、仕事にやっぱり支障が出てきてしまうので、そういう意味でね、あの、ピックアップしておくってことも大事です。で、あの、ピックアップするだけじゃなくて、そのお店お店お店にの常連客になっておくってことも、これすごくポイント、うまくいくポイントなんですよ。これなんでかっていうと、店員さんとね、顔馴染みになれるんですよね。別にあの、仲良くなるとかそういうわけじゃなくって、店員さんに顔が知られていて、何目的で来ているお客さんなのかっていうのを、あの、認知してもらえることによって、いい待遇をしてもらえることがあるんですよね。まあ、店員さんにもよるんだけどさ、例えばお店に行くと店員さんが分かるわけですよ。いつもパソコン持って、2時間も3時間もコーヒー一杯で粘る人だみたいな。これって恥ずかしいでしょ？恥ずかしいけど、いいんですよ、それで。うん。そういうことを認知してもらうことによって、あのお客さんはこういう目的で来てるから、他のお客さんのとの兼ね合いもあるから、ね、どうせあの人パソコンやるんだろうからさ、一番隅っこの角の席に通してやるかしょうがねえとかさ、やりやすい環境に通してくれたりとか、まあ、あとは本当に親切な店員さんだと、人目につかない奥の席に通してくれたりとかもするわけなんですよね。で、あと、前僕が言ってた店の話なんだけど、そこの店はね、水がね、セルフサービスじゃなくって、店員さんを呼ばないと水持ってきてくれない店だったんですよ。で、僕結構作業中に水よく飲むのね、結構大量までもいかないけど、結構頻繁に水飲むんですよ。呼吸を整える意味でもね。うん。で、水飲むたびにさ、店員さんを何度も呼ぶわけ。で、仕事をしているからさ、まあ、2時間とか3時間その店に居座るじゃない。うん。で、水持ってきてもらう回数もさ、長いしてるから多くなってくるわけですよね。で、そうすると店員さんも何回もダリーナっていう感じでさ、持ってきてくれるじゃん。うん。で、あの人は水飲む人だって多分認知してくれたんだろうね、店員さんが。で、僕がいつも言うと、水をね、グラスで持ってくるんじゃなく、グラスで水持ってくるんだけど、一緒にね、こう、なんか、ボトルじゃないけど、こう、ジョッキっつうかさ、入れ物あるじゃん。こう、水入れる、ラーメン屋とかにある、水の入れ物。あれとグラスを一緒に持ってくるようになったのよね。うん。だからさ、店員さんも、その水を何度も持ってくる、その手間が省けるし、僕も助かるし、みたいな感じで、まあ、その店員さんはね、どう思ってたのかわかんないけど、まあだから、店員さんにとっても僕にとっても結局は、結果的にはね、いい感じになったっていう感じなんですよね。はい。お互いに良かったっていうね。向こうは、仕事の手間も省けて、こっちは、店員さんを呼ぶ、その、気まずい状況も避けられてみたいな感じですよ。はい。まあこんな感じで、やるといいんじゃないですかね。まあ、これがポイント3つ目なんですよね。まあ、ピックアップした店、それぞれ、店をピックアップしといて、で、それぞれの店の常連客になっておくってことですね。はい。まあ、こんな感じでやると、ノマドワーカーとしても結構、うまくいくんじゃないでしょうかっていう話でした。はい。ということで、今日の動画は終わりです。さよなら。